ラーメンを食べに行きま,しまあ行きましたってかそのラーメン食べに行ったわけじゃないんだけどそのよ用事というかその用事の帰りにラーメンか食ってきました、うん、吉江さんは多分8時ぐらいからやるんじゃないですかね、うん、いやうん <laughs> まあ僕もねつらいっすからねもうほんとに今の状況きついんでねまずいですよほんとにうん <laughs> どうもこんばんはうんいやーほんとね <laughs> はあきついないろいろ 最後に配信したの一応今日の朝やってますけど <laughs>、うん、初コメですどうも <laughs> ええー、<laughs> そうっすねちょっとね、うん、ええー、その前は いつだけでも最近ですよ。まあ,あんまやってなかったですけど。うん、えー、<laughs> えー、そうっすね。まあずっと配信はやってなかったですから23ヶ月ぐらいやってなかったのかな。うん マスロねなんか話題っすよね今ね、うん、しんどそういやーだからもう今の状況があのしんどいんで <laughs> いやまあなんていうんですかね俺マジ今ね人生今まで生きてきた中俺36歳なんですけど36年間で多分 生きてきた中で一番のピンチだと思うほんと人生のいや過去になんかピンチとかいろいろ迎えたこともあったんですけどそりね人間生きてればピンチってあると思うんですけど過去36年間で多分今一番ピンチだと思うよマジでうんマジで一番ピンチだと思ううん <laughs> かつてここまでの崖っぷちというかもう崖っぷちではないですねもう落ちてますよね崖が崖,崖っぷちから落ちた状態ですよね完全にもう崖崖の崖の上のポニョじゃないですよもう崖の下のポニョですよ、うん <laughs> はい、あ、まあそんなこんなですね。吉江のナイスだけで年収1,000万なんじゃそんな行くわけないだろう。<laughs> ナイスなんてあ絶対最初だけだってあんなの、うん。絶対あんな数もうずっとは来ないよ。あんなしゃべってるだけでつまんないだろうし。 そんな行くわけないじゃん。うん。<笑><笑><笑>いや<ー><笑><笑>いやもうあとはもう下がっていく一方だって家で喋ってるだけだったら。 今物珍しさで結構来てるだけでさあまあ久々の配信だしみたいなのあるから絶対もうあとは下っていく一方よ家で喋ってるだけだとうん<笑><笑><笑>いやー 初体験はいつですかいきなりすぎないですか <laughs> なんでこのこういうなんていうの空気というかこういう会話の中でいきなりなんでそれを聞きたくなったんですかうん。<laughs> なぜにそれをいきなり。 そんなに興味ありますいやてかこれ別に配信で何回か言ってるけどさまあそれを聞いた聞いたことない人なんでしょうけどそれかそれを聞いてていじりたい人なのかまあでも多分この人は初めてコメント初めてコメントというか普段してなかったんで多分ガチで聞いてきてる人だと思うんですけどうーんもうだから20前後じゃないですかねもうか 完璧な年齢は覚えてないけど多分21ぐらいじゃないですかね。うん、完璧な年齢は覚えてないけど多分21ぐらいだと思います。うん <laughs> まあ、ちなみに相手はあのー、韓国の。 まあ推定40前後ぐらいですかね40後半ぐらいなのかなまあ40代ぐらいの人っすの,あの池袋のえっと 50, 50分だっけ60分だっけ1万2000円ぐらいの格安ソープ場です <laughs>。<laughs> <laughs> ああ <laughs> これ配信で俺何回か言ってますけどねちなみに <laughs> うんええー、素人何人だいたはあ何人言われてもいやでも俺多分うん まあ別に俺が芸能人っていうわけじゃないけどまあ一応ほら別に僕はね自分のこと芸能人だと思ってないし芸能人でもないけどなんかほら配信をしてる時点で別に配信者が芸能人っていうわけじゃないけどなんかこう普通に配信をしてない一般人よりもなんかこう出会いの場が多いじゃんなんかその配信してる人って配信である程度人が集まる人ってねうんいや別に芸能人とかそういうこと言ってるわけじゃないよ 実際なんかほら声かかることって多いじゃないですか絶対一般の人より別に配信者が一般いや配信者が一般人じゃない芸能人ですよとか言ってるわけでもないんですけどうんだからもうあとほらなんだろうその女の子ってさなかなか逆女の子側から逆なんて基本ないじゃんあんまり多分普通にリアルな世界だとうん でも配信の世界だとそういうのが結構あるんでやっぱ女の子って男に結構なん,なんかこうんでもさあのリアルだとそうだけどでもなんか例えばコメントとかさ配信上のコメントとか、まあ、SNSTwitter だったりとかでなんかそういうんだったらほらリアルに声かけるわけじゃないから結構声かけやすいじゃん女の子側からまあ要するに逆難みたいな。 人の数が違ううしやっぱあとこうなんていうの普通にパッて道端で会った人にいくら自分のタイプでも声かけるなんてまあ結構難しいと思うね女の子側ね。でも普段なん何か配信見てあのずっとさこうなんか配信ね見てる人で「あこの配信,この配信は好きだな」みたいな感じになったらなんかその女の子側からこうね声かかることもあるじゃないですかそんな道端で会ったわけじゃなくねあの。 配信者側は男の配信者側はその女の子と女の子のことを知らなくても女の子側からしたら普段見てる配信者になるからそれでなんかこう興味持ったらなんかねそれでこう道端でこういきなり話すわけでもないコメントとか Twitter とか SNS とかでこうなんか声かける女の子とかも中にはいるんですよ。そうだからあのやっぱり 絶対そうじゃあ素人じゃあ素人とあ出会おうとかさ、えーまあ、抱こうとかってなっても結局そ,のそういう声がかかる人とかか,かんない人だったらどっちがそういうふうに、えーね、えあの最終的にそういうチャ,チャンスというかがあるかって言ったら絶対配信者の方があるじゃないですかだから普通の一般の人よりも俺はそういうチャンスは絶対あると思うのでてかあると思うってかあるんで。 まあだから普通の一般の一人かはじゃあ素人の人大体数はつったら多分俺のさすがに本当の一般の一人は俺の方が絶対多いと思いますさすがにさすがにそれは僕の方が多いと思います、うん、配信者モテそう、うん。てか俺レベルでそれなりにモテるんでこれはマジでね俺何回か言ってますけど過去に。 あのほんとガチのほんとユーチューバーとかねほんとガチの人気者のユーチューバーとかガチの芸能人とかもうどんだけ入れ食いなんだよっていう話ですよ俺レベルでだって俺なんてそんなさガチの芸能人とかさガチのユーチューバーに比べたらもう全然天と地の差じゃないですか、うん、そんな俺レベルですらそれなりに声かかるんだからほんとそのね俺よりも発信力とか影響力とかある人なんかまあ 上を見ればさもう全然いると思うんですけどあの人たちってマジでどれぐらい入れ食いなんだろうなっていうのは本当に思いますねうんそれはマジでマジで入れ食いやと思うようん関心五とやったって知り合いが邪魔してた本当, <laughs> 本当かよそれ本当かよ誰だよそれそれ嘘かもしれないよまあ本当かもしれないけど まあじ別に実際リスナーとか配信者と別にねそういうことになったことありますからまあ、ちょっとそのあなたの知り合いが誰だか知らないですけどそれでも嘘かもしれないですよまあ本当かもしれないけど誰誰だか知らないけどさ、うん、あと俺とやったことに対して自慢になるんだよ <laughs> 自慢になるんですね、うん、自慢自慢げに言ってたってことですか自慢になるんやなうん <laughs> うん <laughs> 久しぶりうん試合いが登録者1,000人くらいだけどやったらしいまあ別に1,000人くらいでも全然それはやれるでしょううん <laughs> そらね うん、そりゃさ何かさなんだ登録者1,000人ぐらいとかで全然なんかイケメンでもないくなんかブサイクみたいな感じだったらまあ登録者1,000人でもやれないかもしれないけどまあでもそんなんでもさなんだろうその登録者1,000人の人が例えば100人いたらでブサイクとかでも中にはそれやれる人もいるだろうしうんまあでも登録者1,000人でブサイクで特になんかあんまり。 っていう人だったらまあやれてない人の方が多いかもしれないけど、うん、でもそんなのが例えば1,000人ぐらいいたら1,000人登録者が1,000人いたらさそれは誰かしらやれたりはしてるんじゃないですか <laughs> 知らんけどうん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  お店で出会ってて結婚してみてああ俺さあれなんですよなんか最近その出会い出会い系のなんかあれ見ててあの出会い系サイトを見てるわけじゃないよなんかね最近 YouTube で見たのがなんか青汁王子があのなんか変な新宿だっけどこだっけな忘れたけど都内のねどっかのね出会い喫茶みたいなとこ行っててな,なんで、逆南カフェか逆南カフェってとこ行ってて なんかそういうなんか大人のなんかこう何ていうのなんとかあきらっていうんだっけ名前忘れてたけどなんかお、まあ、そういうアダルト系な,なんか多分漫画とか書いてる人がプロデュースしてるんだかなんだかでうんなんかそのなんかそういう雑誌みたいなんで見たことがある気がするなんかあのそのなんか絵のなんかマークみたいなのがあった何ななていうのその作者の多分漫画家なんか書いてる人だと思うんだけど分かんないけど。 なんかそのなんか作者の絵が描いてあってなんかそのマークがなんかこう店内にあったから多分その人がプロデュースしてるんのかなんだか知らんけどなんかやってて YouTube で青汁王子がなんかですげえモテモテだったまあさすがに青汁王子だからね青汁王子のなんかリスナーでなんかすごいそこそこ可愛い子だったんですよ顔一人出してたけどで青汁王子だったらお金とね 普通にお金もらってなんかそういうね援助交際みたいなのするような人もいるんだけど青汁王子だったらタダでいい手か私でいいんですかみたいな感じでモテモテでなんかやってましたよ青白王子が YouTube のやつで、うん、なんかやらせかなとは思ったんだけど、うん、なんかでもちょっとど,どうか分かんない結構ガチかもしんないしやらせかもしんないなんか最初は隠し撮りっていう感じでかっやってたんだけど途中で青汁王子っていうのを店員にバレてそれでそこからなんか 撮影交渉みたいいにななっってっていう流れなんだけどまあガチでやってるのか台本なのかは知らないけどでも実際あれが仮に台本じゃなかったとしてもああれが仮に台本だとしてもでも青汁王子ぐらいだったら多分そういうふうな流れになってもおかしくないと思うしリアルにあれが台本じゃなくても青汁王子だったら多分そういう展開にはなると思うんでうんそう。<laughs> あとねなんだっけなあの歌舞伎町の,たあの YouTube のチャンネルでそれはもう全然あの無名なゆまあ無名な YouTuber っていうか正確には何て言うんだろうそのほらうーんなんかさ YouTuber って言うとさイメージとしては YouTube の動画内に自身の顔を出してたりする人のことを結構 YouTuber って呼ぶイメージがあるじゃん、まあ、中にほら VTuber とかして顔出さないであの、ね、やってる人もいるけど何だろう本当に完全に自分の多分顔を出してないチャンネルで。 なんかこうなんていうての多分バックかなバッグかカバンだかなんかにこうカメラ隠しカメラみたいに仕込んで,でそれでかあの新宿をなんか歩くやつなんですよ。な,なんだっけなでチャンネル登録者数が多分数万ぐらい10万もいってない多分2万3万とか5万6万とかそんなやと思うんだけどのやつでなんかそのなんだその新宿にさなんかあるじゃんなんとか公園ってやつ。であそこののなんとか公園の周りを あの歌舞伎町のとこにあるやつよ、なんとか公園な。名前忘れちゃったけどさ、なんだっけ。<laughs> あそこのなんとか公園の周りをあのー、なんかこう、ところになんか女のたちんぼって人がいるらしいんですよ。で、その人たちに声をかけて、なんか歌舞伎町のたちんぼ事情をなんかこう暴いてみたでもないけどなんていうの、そういうのをちょっとなんかやってました。うん。 まあどこまでガチであれなんかわかんないけどでも動画はすげえガチっぽい感じには作ってたけどね台本かは知らないけどうんでも聞いたことあるんですよあの新宿のね俺ね前ほらよく配信で新宿行ってたと思うんですけどコロナとか下がれる前結構行ってたんですけどなんかね聞いたことあるあの新宿のさあの青壁前とかっていうとこあるじゃないですか あそこでなんか俺がなんかたむろってたらたむろってたらってうかうろうろしてたらなんか話しかけられてなんかその時なんかこうなんていうのいやもうそこら辺のなんかなんだそこの歌舞伎町のこう交番のとことかなんとか公園のあたりとかなんか本当にそういう立ちもみたいな女の子いるよみたいなこと言ってて、うん、でもなんか俺バーってなんかマジかと思って歩,歩ったことあるんだけど何回かそういう人いるのかなと思ってでもなんか 俺はなんかそれっぽい人がなんか見つからなかったけどでもその動画だとなんかこうなんていうの本当にお女の子とかがこうなんかずっと立っててみたいな、うん。でなんかあこういう人のことを言うんだっていうんで、まあ、普通に女の子は立ってるだけだとさなんかそういう人なのかって分かんなかったりするじゃんでも動画であこういう人がそういう人なんですよっていうのが分かったからもう一回なんかそこの新宿のとこ行ったらなんていうの あこの人たちそうなのかなって思っちゃうけど <laughs> なんかね気になるこの動画普通になんかこう男がその女の子に声かけたりとかしたら例えば何かこう「お姉さんどう何してんの?」みたいな感じで言ったらそうするとなんか女の側がなんか例えばなんかこう「あのいくら?」みたいな「いいなんかじゃあ1号で」とか「じゃあほ別,別ホテル別で1号で」とかに。 しかもなんか「NN」でいいよとか「NN」で1号でいいよとか言ってきてそんなの言ってるんですよそういう会話があるんですよまあどこまでガチか知らないですけどねでも1号で NN ってそんなそういう店とかやるよりめちゃめちゃ良心的やなって <laughs> それが本当だったら <laughs> 良心的っていうのか良心的っていう言葉の使い方おかしいでまあ店の中抜きとかもないしだろうないからあれなんだろうけどさ うん、そうそうな気になりますな,なんてやつだっけな多分今 YouTube で検索したら出てくると思うんですけど <laughs> それ見てちょっと衝撃でしたよ、うん、何公演でしたっけね これかなあややややべ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 、音が出ちゃうあ、これもっぽいけど「<laughs> 東京夜散歩ってやつもそれっぽいけどねあのチャンネル名「東京夜散歩ってやつでも俺が見たのこれじゃないんだよな なんてタイトルだっけなちょっと <laughs> うん俺が見たの忘れちゃいましたけどなんだっけなんてタイトルだっけな 東京お散歩クラブってやつもあるねこれもそれっぽいやつうんでも俺が見たのはこれじゃないけどね <laughs> なんだろうでもね,あのねいくつか動画があって一つすげえバズってたのが300万再生くらいいってたよ。うん、で他のはそこまで再生されてないんだけど一つのその。 新宿の立ちんぼみたいなやつでなんか300万再生ぐらいされてたあ。でもそういう感じで検索したらいっぱい出てくるねいろんなのは ちなみにそんな立ちんぼっていうのは僕は一度もやったことないですけど、うん。<laughs> いやいっぱい出てくるな。そんな感じで検索すると、うん、新宿公園立ちんぼとかで検索するとめちゃめちゃいろんなのが出てくる。 俺が見たのどれだっけ分かんねえわもう <laughs>、はあ。頭は良さそうな子ですが。あ、それよく言われるな。東京お散歩クラブ。あ,あ、それかなあ。 あれか再生回数順にこう相当すればいいのかそんな感じの検索でうん,うんまあそれではないかな俺が見たのまあ要するにこういうやつなんだけど。 なんかバズってるやつは300万再生近くいってた確か <laughs>、えー、フィルター再生数あてかもう終わっちゃうねえっと再生数視聴回数 あこれかなあこれっぽいこれだ分かった快楽街24時っていうチャンネル快楽街24時3.45万人登録のやつですよまあ別にこれ映しても大丈夫でしょこれぐらいかなほらこれですねこのチャンネルで見たほらこれこの動画 新宿のなんか公園のとこあるまあ俺も分かるんだけどこの場所ねほら400万再生近く行ってるわ388万再生まあこれ以外にもいっぱいあるけどね、うん、この前見たいやそう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 まあでもこれ以外にもなんかいっぱいあるよこのチャンネル以外にも多分似たような人が運営してんだかなんか複数の人がやってんのか知らないけど。 似たような検索でいっぱい出てくるこのチャンネル以外でもでもこの再生回数がすごいバズってるよねここのチャンネルのこのこの動画以外はそこまで再生回数いってないんだけどこれだけなんか異様にバズってるね <laughs> うん。<laughs> ああ。これリアルなんですかねまあでもリアルっぽいけどね結構まあでもやらせかもしんないけど でも実際仮にこれが台本でやらせだったとしてもこの動画が実際こういうことがあるよっていうのを、まあ、要するになんか台本のありで伝えてるんだろうけど実際本当にあるんですかね。うん <laughs> だから新宿とか行ってこういう人こういうね一人で立ってる女の子とかに声かけたらそういうことになるかあそうだだから俺そうなんですよね。 俺ね知り合いの女の子とあの歌舞伎町に行ったことあるんですよ。でその時に知り合いの女の子俺がなんかその丸半新宿の丸半あるじゃないですか。<laughs> どうする通訳取るこれ。<laughs> うんあの。新宿の丸半があるじゃんあの青壁前って言われてるとこの,あの目の前にあるんですけどあそこのとこら辺で俺が女の子と歩ってたんですよ。もう結構前なんですけどでそしたら 途中でねトイレ行きたくなったたんですよでトイレ行きたくなってで俺なんかこう「トイレあちょっと丸ハンで帰ってくるからちょっと待ってて」っつって外,外でその子待ってたのよ「トイレ行きたいから」っつってでそしたらその俺がトイレ行ってる間になんかこう帰って俺が帰ってきたらなんかあの男になんか声かけられたとか言ってでなんかお嬢ちゃんなんかそのい,くいくらでいいのとかっていうのをなんかすごい声かけられたとか言ってたんですよ。あだから このほんとそこら辺の周辺だから,だから多分そそれでうういうことなんだってなこの動画見て思ったこの動画でこう女の子が一人でこう立ってるのはなんかそれで立ちんぼの人もいっぱいいるからだからそういう俺を待ってたその子は俺を待ってただけなのに立ちんぼだと一人で立ってるから間違えられたのかなっていうのをこの動画見て答え合わせができたみたいな。はい やってあでももうちょうど話終わったからもういいかなまあ吉江さんが多分8時ぐらいからやると思うんでちょっとこの話のねあの続きをちょっと途中で切れてもなと思ったけど喋れちゃったからもういいかな。<laughs> はいということです。ということで皆さんお疲れまあ多分また8時ぐらいから吉江さん配信すると思うんで、まあ、俺はね吉江さんの枠出れないんですけどお疲れ様です。